ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、この前私久しぶりにジュラシックパークを見たのよ。懐かしいし、恐竜の迫力に圧倒されてとても面白かった。次に映画が公開されるジュラシックワールドの新作も、ものすごく楽しみだわ。おお、それはいいな。霊夢も恐竜好きなのか。うん、ジュラシックパーク見てより興味が湧いたよ。もしかして魔理沙、恐竜ネタを持っていたり。おお、任せたまえ。今日は近年発見された新種の恐竜について紹介していくぞ。わあ、なんだか興味惹かれるタイトルね。でも恐竜って、大昔の生物だよね。そんな直近で発見されることなんてあるの？恐竜は、2億4330万年前から2億3323万年前の三畳紀中期に出現したものが起源とされているぜ。しかし、白亜紀から新生代古代三期間における大量絶滅により、鳥類を除く全ての種が絶滅したんだ。そんなかなり前に絶滅した恐竜たちが、今になって新種が発見されることなんてあるの？アニメや映画みたいなフィクションならまだしも、正直とても信じられないんだけど。まあまあ、信じるか信じないかは話を聞いてもらってからだな。2003年以降新種の恐竜が、毎年平均して45種以上という驚異的なペースで発見されているんだ。ほえー、それはめちゃくちゃロマンがある話だわ。黄金時代を迎えた古生物学は、先史時代の世界に対する私たちの理解を、大きく変えようとしているのかもしれないわね。そうだろ、近年発見された新種の恐竜を中心に、化石の発掘の仕方や、地球のどこで化石が発見されやすいかなどについても詳しく話していくから、最後までぜひ聞いてくれよな。オッケー、魔理沙さん、それじゃあ早速。おっと、その前に、チャンネル登録と高評価ボタンを押してくれるとモチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは恐竜とは何かについて、生態や歴史などを簡単に話していくぜ。確かに恐竜という存在は知っている人は多いだろうけど、どんな生態なのか、どういう歴史を辿ってきたのかあんまりわからないからぜひ聞きたいよ。恐竜は恐竜類に属する爬虫類の一群だ。恐竜の進化に関する正確な起源と時期は不明なんだが、2億4330万年前から2億3323万年前の三畳紀中期に出現したものが起源とされているぜ。最初にも言ったけど、かなり昔の生物だよね。もちろん今生きている人は、恐竜を見たことはないし想像の域でしかないわ。伝説の生き物だとすら思っちゃうもの。でも恐竜の化石が見つかったっていうのはよく聞くから、実在していたんだよね。もちろんだぜ。恐竜の化石が世界で初めて発見されたのは、1822年にイギリスのギデオン・マンテルが発見したイグアノドンの歯だ。だが、私たちの想像を超える大きさの動物が存在したことを、科学的に証明できなかったのが現実だった。当初は誰も取り合う人はいなかったんでしょうね。しかし、その後にメガロサウルスの歯を発見したウィリアム・バックランドが、1824年に論文で大型動物の存在を報告し、科学的な証明を行ったことで転機が訪れたぜ。おお、結果としてギデオン・マンテルが発見した化石は、恐竜の化石として認められたの。ああ、1825年に草食恐竜イグアノドンの歯として認められ、世界で初めて恐竜の化石を発見した人として、広く知れ渡っているぜ。すごいすごい。でもさ、恐竜の名前は、イグアノドンの歯が認められた時には当然存在していないわよね。そうだな、イグアノドンの歯の化石が見つかってから、恐竜という名称が生まれるまでに発見された化石は3種類だ。3種類も、それはなんていう種類なのかしら。イグアノドン、メガロサウルス、ヒラエオサウルスだぜ。化石を調べていくうちに、他の動物とは異なる特徴を持っていることが分かったそうだ。それから生物学者のリチャード・オーエンは1841年に、恐ろしいトカゲを意味するダイノサウリア、イコール恐竜と名付けたんだぜ。へえ、恐ろしいトカゲってめちゃくちゃしっくりくるよ。その後恐竜という名前が広く知れ渡ったんだね。恐竜の歴史についてはもっと語りたいことは山ほどあるんだが、語り続けると動画が終わってしまうので、興味がある人はぜひ自分で調べてみてくれ。逆の問題ね。私も自分で調べてみることにするわ。次は化石について詳しく話をしていくぜ。化石はあらゆるところで採掘チャンスがあるっていうわよね。でも、実際に化石を見つけるのはちょっと難しそうな気がするよ。そもそも化石はどこに埋まっているの？化石は堆積岩の中にあるぜ。堆積岩？まず地層の話を少しするが、地層というのは、古い時代に積み重なった砂や泥が固まってできた岩石の層のことだ。その由来は大きく分けて2種類あって、一つは火山性のもの、もう一つは堆積によるものがあるぜ。ふむふむ。火山性のものは、火山の噴火によって吹き出した溶岩や火山灰などが冷えて固まったり、マグマが地下深くでゆっくり冷えて固まったりすることで生成される岩石なんだ。えっと、
つまりこのような岩石が作られる過程では生き物は関与していないだろうから、化石が見つかることはない？その通りだ。そして堆積によるものについては、元は岩だったものが風化によって砂や泥になり、それが堆積し、圧縮されて再び岩石になったもので、堆積岩というぜ。堆積岩が作られる過程。つまり砂や泥が堆積するときに、その時代にいた生物の遺骸が一緒に積もることもあるよね。そうなんだ、これが化石の元となるんだぜ。なるほどね、堆積岩でなければ化石が見つからない理由がわかったよ。様々な時代の堆積岩は、世界中至るところに分布しているぜ。海底にもあるし、山の中にもあるんだ。そうよね、世界最高峰のエベレストの山頂付近から、アンモナイトが見つかることはとても有名だと思うわ。でも、正直化石を発掘するのに、エベレストまで登るのはとても大変よね。地下何キロにもなるほどの奥深くにもあるはず、だけどそこまで掘るのもなかなか大変だと思うのよ。まあ、そうだよな。大変なコストがかかるし、しかも掘ったその先に、確実に化石があるかどうかもわからないから、なかなかきついと思うぜ。どんどん掘り進めていったらいずれ化石が見つかるかもしれないけど、正直コスト的にとても見合わないと思うわ。マリサ、化石を見つけやすい場所ってないわけ？化石が見つけやすい場所は、化石を含んだ地層が地表面に露出しているところだぜ。大陸では、地層が露出した砂漠やバットランドという岩石砂漠が、何キロ、何十キロにもわたって広がっている場所があるんだ。ほうほう、そこでは化石を探し放題ってことかしら。ああ、そうだぜ。日本にもそういう場所ってあるの？残念ながら日本ではそのような場所はなく、常に水が土壌を洗い流してくれる川の溶岩や川底、もしくは川岸や海岸に流れ着いた岩石、あるいは道路工事などで、山の斜面を削ったりしてできた地層の露出面など、限られた場所を探すことになるぜ。なんだ、残念、世界には化石が見つかりやすい地域がたくさんあるのかしら。一応観光スポット化しているところもあるので、一つだけ紹介するぜ。そこは、カナダ西部のバッドランズと呼ばれる荒涼とした土地にある、恐竜州立自然公園というところだ。恐竜の化石が見つかるの？柔らかい石灰岩の土壌が何千万年も風に侵食されたことにより、地表に大量の恐竜化石が露出しているぜ。つまり、どこを見ても化石だらけってことだね。夢があるわ。ここでは歴史に残る発見もされているぜ。1987年には、女子高校生が恐竜の卵の化石を偶然見つけたことがきっかけで、大規模な発掘作業が行われたんだ。女子高校生の子が見つけられちゃうんだ。化石の発見がすごく身近に感じるわ。その結果、それまで単独行動をしていたと思われた恐竜が、集団生活をしていたことも解明されたぜ。すご。偶然とはいえ、世紀の大発見じゃない。世界各地の博物館で見る恐竜の標本は、ここから運ばれたものも多いのだそうだ。さらに地中には、まだまだ多くの化石が眠っていると言われているぜ。よし、ちょっとカナダに行ってこようかしら。さて、待たせたぜ。次は近年発見された恐竜について話をしていくぜ。待ってました。私が知っている恐竜もいるかしら。まず紹介するのは、レッパキサウルスだぜ。聞いたことない。レッパキサウルスは、約9900万年前の白亜紀後期初期のアフリカに生息していた、体長最大20メートルのディプロドクス上科の竜脚類で、特徴的な尾を持つ大型恐竜だぜ。で、でっかー、小さな頭、長い優雅な首と無知状の尾が特徴的だね。レッパキサウルスは、得意な高く隆起した頸部で、他の竜脚類と区別されるぜ。今回紹介する化石は、ウズベキスタンのキジルクム砂漠にある微石層の岩層から発見され、この種の恐竜は、アジアでは初めての発見となったんだ。へえ、すごいわね。いつ頃発見されたのかしら。発見されたのは2021年だぜ。いやいや、本当に最近の話だったのね。アジア初となるレッパキサウルスの発見は、ビブの化石の保存状態が良かったことから、恐竜研究の歴史に旋風が巻き起こっているんだ。この発見はプロスワン誌でも賞述され、太古の地球上での恐竜を明確に描き出しているぜ。そりゃあこんな大きな発見したら、注目されてもおかしくないよね。それにしても尻尾の特徴がすごいわね。あとなんとなく、キリンさんにも似ている気が。確かにレッパキサウルスはキリンに似ているが、進化上は無関係らしいぜ。巨木の葉を食するために長い首を持つそうだ。他の特徴としては、こいつはレッパキサウルス科の仲間だから、背中がトゲに覆われていたことが挙げられるぜ。いろいろな特徴があるんだね。これまで他の地域では、レッパキサウルス類の化石は見つかったことはあるのかな？南米、アフリカ、ヨーロッパ以外で見つかったことはなかったそうだ。じゃあウズベキスタン、つまりアジアで見つかったっていうのは本当に大きな発見なんだね。ジャラキタニスキンギと名付けられたこの新種は、
当初、アジア大陸を闊歩していたことが知られている。竜脚類の中でも最も大型で多様性に富む、ティタノサウルス類だと考えられていたが、ロシア科学アカデミーのアベリアノフ氏と、アメリカのスミソニアン博物館のスース博士が、改めて研究したところ別の見解に至ったそうだ。ほう、どうしてそんな別の見解が生まれたんだろう。混乱の原因の一つは、尾骨と一緒に出てきた、ティタノサウルスのような鉛筆型の歯だぜ。え、歯？研究者らはこのギブを詳しく調べたところ、レッパキサウルス科に共通するいくつかの特徴を発見したんだ。他の竜脚類とは異なり、尾の後端に隆起がなく、神経球と呼ばれる部分に広い空洞があったそうだ。なるほど。これらの特徴からアベリアノフ氏とスース博士は、チャラティタニスキンギを新種として認定したってこと？ああ。また尾骨の大きさから、5階建てのビルの高さに相当する、20メートルの背の高さがあったと考えられているぜ。5階建てのビルの高さ、もう驚きでしかないわ。今回の化石は約9000万年前のもので、これまでに発見されたレッパキサウルスの中では、地質学的に最も新しいものの一つだ。今回の発見により分かったことは、白亜紀の大部分は、トルガイ海峡によってヨーロッパとアジアが隔てられていたが、陸続きであったために、恐竜がアジアにも生息していた可能性があるということだぜ。つまりどういうこと？レッパキサウルス科は、バレミア紀からプーロン紀の間にトルガイ海峡の陸橋を介して、ヨーロッパからアジアに分散した可能性があるってことだぜ。わぁ、すごいね。今後の研究に期待だわ。次に紹介する新種の恐竜は、グエメシアオチョアイだぜ。グエ。オチョアイ。何かの呪文かしら。こいつが発見されたのはアルゼンチンだ。恐竜の頭蓋骨の化石が発見されたそうだぜ。これは新種の前足のない肉食恐竜のものだというが、その名も、グエメシアオチョアイだぜ。何これ、手がめっちゃ短くて小さいんだけど、可愛いけど、手の意味ってあるのか疑問に思うわ。この恐竜は肉食恐竜の一群、アベリサウルス類の一種とされるぜ。シロナガスクジラより大きい、70トンクラスの草食恐竜ティタノサウルス類など、史上最大の恐竜を捕食していたと考えられているんだ。シロナガスクジラよりでかい生物を食べていたなんて、恐ろしすぎるよ。というか、過去にも同種の子は発見されていることはあったのね。ああ、ところがこれまでのものとは異なり、頭蓋骨に穴があり、角は生えていないぜ。いつ頃見つかったのかしら？2022年2月10日付で、科学雑誌に掲載されているようだぜ。本当に最近ってことがわかるよな。いやいや、最近というより本当に少し前じゃない、びっくりしたわ。新種の化石は、アルゼンチン北部アンブラヨの近くにある白亜紀の地層で頭蓋骨のみが発見されたが、これまでにアルゼンチンで見つかっている30種以上のアベリサウルスの化石は、すべて南部のパタゴニア産で、北部で見つかるのは極めて稀だというぜ。へえ、北部で見つかることはなかったんだね。これは新たな発見の予感だわ。研究チームは保存状態の良いブレインケースを分析。その結果、他のアベリサウルス類と同様に、容量が小さく、脳も非常に小さかったことがわかっているぜ。ちなみにいつ頃生きていた恐竜なのかな？7000万年前の恐竜と言われているぜ。この頭蓋骨の化石は、小惑星の衝突によって恐竜が絶滅する前の時代のものともわかっているんだ。絶滅前の時代のものだってこともわかっちゃうんだ。やっぱり化石ってすごいわね。この個体は幼体だと考えられているが、まだ結論は出ていない。また、頭蓋骨の前部にあるフォラミナという小さな穴の列が、ユニークな特徴を成していることがわかっているぜ。ねえマリサ、さっきから頭蓋骨にある穴のことを話しているけど、この穴って何か特徴があるの？この穴は、頭頂部の薄い皮膚に血液を送り込み、熱を放出する際の冷却に役立った可能性がある、とチームは指摘しているぜ。大事な存在だったんだね。ところで、グエメシアオチョアイっていう名前が付けられたのはどうしてなのかしら。新種の学名は、アルゼンチン独立戦争の英雄として知られる、マルティン・ミゲル・デ・グエメス将軍にちなんで付けられたらしいな。そうなんだね、アルゼンチンの将軍の威厳の大きさがわかるわ。チームは、この恐竜について腕なしと表現しているが、全く腕がなかったわけではないんだ。アベリサウルスには、退化した腕の名残のようなものがついているが、非常に小さく短いため、実用性はなかったと見られているぜ。まあそうだよね。だってあんな小さな腕で何ができるのか疑問に思うもの。腕の短い恐竜には他にティラノサウルスがいると思うけど、それでも彼らの腕は、アベリサウルスほど未発達ではなかったと思うわ。他の研究では、短い腕を使って獲物をつかみ、引き寄せるぐらいはできたと指摘されているようだぜ。グエメシアオチョアイの化石は、他のアベリサウルス類と何か違う部分はあるのかしら。二つの点で大きく異なるぜ。ぜひその二つの異なる点が知りたいわ。一つは、頭蓋骨に角がないことだ。
本種はアベリサウルス類の祖先種と見られ、その時点では、まだ目の上の尖った角を進化させていなかったんだろう。ふむふむ、もう一つは、アルゼンチン北部で見つかったことだぜ。それ、さっきも北部を強調していたけど、そんなに特別なことなの？アベリサウルスは南米の他に、アフリカやインドなどに分布しているが、さっきも言ったが、アルゼンチンで見つかっている35種は、ほぼすべて南部のパタゴニアで出土しているんだ。うんうん、これは何を意味しているの？これは、グエメシアオチョアイが、アベリサウルスの中で特異な位置を占めていたことを意味しているぜ。はぁ、なるほどね。ロンドン自然史博物館の古生物学者アンジャリ・ゴスワミ氏は、この新しい恐竜は、その種類としてはかなり珍しいものです、と言っているぜ。考古学者が言っているなら、確かにすごいことのような気もするわね。おいおい、私が言ってもすごいと思ってくれよ。あはは、ごめんごめん。また、ゴスワミの研究チームは他にも、同じ発掘現場で、魚類や哺乳類などいくつかの新種を発見しているが、大量絶滅のような地球規模の現象を理解するには、全世界のデータセットが必要となる。しかし、世界にはまだ詳しく研究されていない地域が多く、発見しなくてはならない化石も大量に残っていると述べているぜ。大昔の発見が現代の問題につながっているだろうし、何らかの解決策が見つかるかもしれないと思うとワクワクドキドキしちゃうね。これからの研究に期待しちゃうよ。ということで今回の動画は以上だぜ。マリサ、私は今からロマンを求めて化石掘りの旅に出ようと思うわ。おう、霊夢が化石を採掘に行ったら、化石にされちゃいそうだぜ。おまんじゅうの化石ってどういうことよ。私はちゃんと化石を掘りに行くのよ。ところで霊夢、化石って何で掘るんだ？何ってそやー、スコップでしょ。スコップ持つことできるのか。ああ、私ってないんだったわ。もうこんな茶番に付き合っていられないぜ。そんなわけで今日の紹介はこれにて終了だぜ。生物に関して興味がある方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。